はい、こんばんは、ボクジムです。今日もログレスやっていきましょう。で、今回は、極炎の不死鳥、クイーンフェニックス2の、クエストのソロ討伐になってます。で、今回は雨天気にですね、装備、こちらになります。装備構成はこんな形で、村雨と北進で行ってます。で、敵がですね、消滅と、回復行動をしてくるんですけど、例えば仮に羅刹構成で行く場合ですね、敵の体力を削り切るまでに、自分の HP 管理が非常に難しくて、やっぱりどうしても削り終えるまでに1になっちゃうんですよね。なので、まあ、例えば、パーティーとか、野良でまあ、回復さんがいる時とかは全然大丈夫だと思うんですけど、ソロで行く場合は、こちらの方が多分行きやすいんじゃないかと思います。で、捨ての方なんですけど、回避がですね、今2600ぐらいなんですけど、これだともうほとんど物理当たらないので、まあベースとして2500以上あれば大丈夫かなと思います。ただ魔法攻撃ですね、火の玉みたいなやつをボコボコ打ってきたりする時があるんですけど、まあ雨天気に行くとですね、悪襟つけて雨天気に行くとそちらダメージ、ほとんどゼロで、ダメージ受けないので、まあ、気をつけるのはマジックバニッシュだけになるんですけど、そのマジックバニッシュもですね、自分の捨ての場合なんですけど、だいたい1万7000ぐらいあれば、当たっても耐えれるぐらいのレベルだったので、まあ一応ですね、補助の方で HP 寄せにして、まあ1万7000をちょっとキープするような形でやっています。はい。あとは大丈夫かな。まあこちらの画面の方ですね、また動画中に貼っ付けておくのでよかったら参考にしてください。じゃあ動画の方行きましょう。はい、それじゃあ攻略の方をやっていきましょう。まずこれ、ギガントゴーレムの時もあったんですけど、敵のですね、消滅のタイミングを測るために、まず村雨の専用を4回入れときます。そうするとですね、村雨の専用じゃない、必殺をですね、3本目入れたタイミングぐらいで、はい、来ましたね。消滅が来るので、タップを休まずにですね、そのまま流れのまま、ベル北進と繋げていくことができます。で、ここね、敵がですね、不死鳥の衣っていうのを発動してくるんですけど、これは、1回目はですね、まず敵の体力が 25% 削れた段階で発動して、で、その間ですね、ダメージが通らなくなって、どんどん体力が回復していくんですけど、この間ですね、敵に攻撃を120段当てるとその回復が止まるんで、まあ、羅刹をしないのはそういうところなんでしょうけど、今回はですね、それができないので、敵が完全に回復してしまうまで、そのまま放っておきます。で、消滅のタイミングなんですけど、これは、1分おきに消滅が来るので、タイミングがわからない人はですね、最初に、お話ししたみたいに、3本目の村雨が、入れたタイミングで消滅が発動しているので、次に消滅が来るのは、その3本目に打った村雨のリロが完了した段階ですね。で、消滅が来るので、そのタイミングを覚えておくと、攻撃ですね、に入っていきやすいと思います。
でですね、敵の体力が今度は 50% 削れると、ハイパーに入ります。なので最初の不死鳥の衣が、終わった後に体力完全回復した後は、その間ですね、不死鳥の衣がもう一度発動することはないので、必ずハイパーまで体力を 50% 削るまでは、普通に攻撃がどんどん当たるので、それを覚えておくといいと思います。で、ここで2回目の不死鳥の衣に入ったんですけども、これがですね、敵の体力が、75% 削れた段階で2回目の不死鳥の衣に入るんですけど、これもですね、ハイパーが終わった後、体力が削れるまでは、ランダムで不死鳥の衣が発動することはないので、その間も普通にどんどん削れていきます。でここもですね、敵が回復するまで、全然ほったらかして大丈夫です。でこの間もですね、体力回復と、消滅のタイミングを測るのを忘れないようにしとくといいと思います。はい、必ずですね、3本目の村雨必殺を入れた後に消滅が来るぐらいのタイミングを測っとくといいと思います。ちょっと今噛んだんですけど、測っとくといいと思います。で、2回目のですね、不死鳥の衣が発動した後は、なぜか、不死鳥の衣が発動しません。なので、2回目までなんとかですね、ずっと自分が、死なずに攻撃を与え続けられれば、3回目は発動しないので、2回目が終わった段階で、まあ、ほぼ勝ち確ですね。あとは北進でゴリゴリ削っていくだけです。はい、ここもですね、消滅のタイミングが一番最初と全く変わらないような感じでタイミング合わせておくと楽です。はい、これでフィニッシュですね。まあ比較的簡単なんで、よかったら試してみてください。それじゃあ